金華軍は、朝鮮民主主義人民共和国関温度に属する軍。軍事境界線に接する。朝鮮戦争によって、軍域が分断された。かつての軍中心部は、大韓民国側の関温度鉄原軍にある。一遊、一労働尺、十三里を管轄する。航空時代、この地域には夫女軍、母女軍という二つの軍があった。 統一白木時代には夫上軍が二平軍と解消され、母上軍が増式軍と解消した。二平軍は鉄原軍近海有、増式軍は金華軍人民委員会付近に否定されている。高麗時代の1018年、二平軍は金華軍に、増式軍は金城軍に解消した。その後それぞれ県に降格され、朝鮮王朝時代は寒温度に属する。 金華圏、金城圏として続いた。第二次世界大戦後、北緯38度線以北の金華軍は、全域が北半部の生態の実行統治範囲となった。朝鮮戦争末期には、鉄、原、平行と金華とを結ぶ一帯が、鉄の三角地帯と呼ばれる、激戦地になった。1952年、北朝鮮は、行政区画の統廃合を行った。 これにより金華軍は廃止され、秋道軍に編入された。1954年、秋道軍から、正通り、金城里などを含む地域が分割され、金城里を人民委員会所在地として、金華軍が再設置された。年表この節の出展大韓民国政府の立場では、1952年の、 統廃合も含め、朝鮮民主主義人民共和国政府が統治下で行った行政区画の変更を認めておらず、異北では1945年8月15日時点の行政区画が凍結されている。朝鮮戦争により、かつての金華軍域の南部にあたる一遊七面、金東面、金南面、円東面、円南面、仁南,南面は、韓国の実効支配地域に入った。 1954年10月21日に、韓国政府は、おさむまたちクリン寺行政措置法により、地方行政機関としての金貨軍を再建した。このため、韓国の行政区画としての関温度金貨軍が存在することとなった。1963年に、韓国が実行統治する金貨軍地域は、鉄源軍に編入され、 韓国統治下の金華軍は消滅した。現在の鉄源軍東部が旧金華軍域にあたる。なお、旧金華軍域は大部分が民間人、出入統制区域となるため、定住人口があるのは金華優、西面、近北面、近南面のみである。なお、かつての金華軍の内北朝鮮側に帰属した部分については、異北五同意委員会の下で金華軍が存続し、 名誉職の群衆、お長が任命されている。年表、ありがとうございます。